みんみんあやみんばい、こんにちは、福山由美です。はい、今日はですね、トラララララララン、トラーン、こちらをプラザで見つけてきたんですが、一重奥二重用のビューラーマスカラリムーバーを買ってきました。試してみたいなと思います。でもビューラーとかさ、前からさ、なんかそれ用みたいのあったらしいんだけど、私は使ったことがなくて、今まで普通の資生堂のビューラーを使ってたんですけど、ちょっと開けてみたいと思います。今マスカラは塗ってない状態なので、すごい汗涙プルーフ、皮脂プルーフ、擦れプルーフ、すごーい。何が違うんだろうね、普通のやつと。こんな感じです。ビューラー青のやつがついてます。で、替え用にこのなんかピンクと黄色、でもこれ買ったんですよ、これも買ってきました。300いくらくらいのやつ。して、これはこんな感じです。アイプチビューティーマスカラ04、アイプチっていうところから出されてるんだ。して、リムーバーがこんな感じで、ちょっとちっちゃめです。はい、まずビューラーやってみたいと思います。すごい、あ、でも形なんか違うかも。あ、なんかわかんないけど、すごくやりやすいかも。え、すごい、ちゃんと結構グインって上がりました。え、なんかやりやすいです。私がいつも使ってる資生堂のやつとこっちだと、なんかカーブの仕方が多分大きさも違うし、若干こっちの方が大きいし、大きくて、あ、若干なんか横幅が広くて、でも横幅が広いのありがたいかも。じゃあちょっとこっちのマスカラをね、マスカラが気になる。あ、細い、こんな感じです。塗ってみます。あ、でもなんか結構ちゃんと綺麗につく感じだね。なんか綺麗に細い感じがたっぷりつくって感じです。でも塗りやすいかも。なんか簡単に塗れる気がする。下まつげはもともと塗ってるんですけど、こっちがつけた方で、こっちがつけてない方で。わかるかな。はい。あ、でもすごい使いやすいです。綺麗に塗れる。感じですね。うん、パッケージなんかシンプルで、うん、でもこれ分かった、塗りやすさ、まあ、もうあるけど、カールさせたまつげを強力キープ、1日中にじまない。だからあの塗りやすさも、まあ塗りやすいのかもしれないけど、多分これ1日メイクして、その日のメイク落とす前までちゃんとキープしてるかどうかって感じです。だから結構キープ力があるみたいです。一重とか奥二重の方ってやっぱまぶたがちょっと重いじゃないですか。まぶたが重いせいでまつげがこう下がったりとか結構するので、それで多分強力キープらしいです、これ。そういうことか。しかも一日中にじまない。すごい、ちゃんとなんか一重奥二重のまつげはかぶさっているため、カールが押し下げられやすく、またマスカラが擦れてにじみがちですらしいです。わかるかも。下がる、すぐ。すごい。でもなんかこうやってセットで使うとよりいいらしいです。あと落とす時もこれで落としたら、なんかいい感じに優しくスッキリ落とせるみたいです。すごい。ちゃんとマスカラもついてくれました。だからこれを今日メイク落とす前にちゃんとカールキープできてるかっていうことですよね。結構触った感じで、なんか結構上がってるっていうか、なんかキープされそうな感じがします。パッケージもなんか水色で可愛い、爽やかですね。これはね、これを塗ってクレンジングとかを混ぜながらこうやってすると、なんか優しく落とせるらしい。あ、すごい、なんかこんな感じです。すごーい、これも使ってみよう。なんか嬉しい、こういうちゃんとなんか一重奥二重用マスカラとか出てくる。でもちゃんとマスカラもついて、うん、いい感じです。これ使ってみよう。ちょっとこれから落とす時も今日これ使ってみよう。これすごい使いやすかったです、マスカラ。間違えた、ビューラー。なんか大きくて横幅広くて、なんかなんだろうな、ここの資生堂のやつももともと使いやすいっていうか、出すんですけど、これもすごい使いやすかったです。うん、はい、じゃあ
今回はこのプラザで私は買ってきたんですけど、アイプチっていうところからだったのかな。マスカラとねビューラーを実際使ってみたんですけど、すごい使いやすくて、一重とか奥二重の方はぜひ使ってみてください。以上エミでした。バイバーイ。